ついにこの時が来てしまいました。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツです。モンスターハンターポータブルセカンド G 実況最終回やっていきましょう。ついにですね、キークエストをすべてこなし、いよいよ最後のモンスターが出てまいります。ネコオトさん、ふむ、よく来たハンター殿。貴殿に降り入って頼みがあるにゃ。すでに知っておるかもしれぬが、アカムトルムと呼ばれる非常に危険な飛竜がおるにゃ。もう何でもにゃになってるな。この飛竜を内密に討伐してもらいたい。無論今まで通り一人でにゃ。もうにゃって言っても気にしなくなってんな。この件は、表沙汰になると騒ぎになる可能性が高い。それだけ危険な飛竜にゃ。失礼、それだけ危険な飛竜なのだよハンター殿。ふむ、少々見苦しい話し方をしてしまったようだな。何、なぜにゃと言わないのかだと。ふむ、そのようなことは貴殿には関係あるまい。アカムトルムの件くれぐれも頼んだぞ。おーい、果たしてこの状態で勝てるのかって話だね。アカムトルム、まあサードの時にも倒しましたけど、決戦場最終極秘以来、ハリュー討伐。恐るべきハリューをついに火山へ追い詰めた。だが討伐隊は疲弊しており、国民も混乱し始めている。世より直々の、依頼だ。ハリューを秘密のうちに討伐せよ。行きましょう。アイテムについてはこんな感じです。まあ護符は持たせてください。これでもちょっと勝てないようであれば、まあ鬼人薬とかその辺を使ってドーピングをしようかなと思います。で、一応音バクと閃光玉を持ってきます。いやー懐かしいね、アカムね。行きましょう。猫飯は食っていません。あーで、装備か、装備は変わってません。雷属性か竜属性でもあったんですけど、竜属性の強い武器を持っていなかったんで諦めました。いやーアカムか、サードの実況以来じゃないかやるの。だいぶ久々だな。さあいよいよラスボスだ。さあ、おお、トゲトゲしてらっしゃる。相変わらずの BGM。 あおー、さあ、ういー、恐ろしいぜ。さあやっていきましょうかね。どこに来る、どこに来る、どこに来る。怖い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 。くそ、壁に寄るんじゃなかった。これは壁はめを食らうぞ。うお、あれこんなにアカムってでかかったか、なんかそんな印象受けなかったんだけど。くる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 。もう早速使わせていただきたい。猫飯を食っていないので、お、よいしょ。相変わらずこの辺がアンチなのかな。相変わらずって言ってもこっちが先だからね。相変わらずも何もないと思うんだけど、サードの時ね、確かこっちら辺がアンチだったんだよね、アカムってね。あ、やばい、ここの位置はまずい。うい、半分削られるかって言っても何もね、あの体力もスタミナも上げてない状態だからね。怖え怖え怖え、うちの猫が、うちの猫がアカムに引かれた。いてててて、ここここここ。いやだからそれは無理よ、ボイスは無理よ、ボイスはきついよ。ちょっと次瀕死になったらさすがに飛躍飲もう。まずいまずい。ほい、飛ばないのか。P2G でのこいつの動きっていうのはあまり覚えていないんですけど、あれだっけ、体力をちょっと削っておかないと尻尾は切れないんだっけ。逆にそれが合図になるか。お、来るか、ボコボコボコボーって来るはずなんだけど、来た、うぃー、おいおい。本当はね、竜属性の方がこいつ弱いからね、用意したかったんだけど素材がない。顔面を壊すには結構勇気がいるけど、うおー、吠える、あんにゃー、
あんにゃー。ほい。ほい。あれかな、怒ってないからかな、あんまり突っ込んでこないね。おお、こっち見た、こっち見た。ひひ。サードの実況の時はどんぐらいかかったかな。下手したら50分かかるぞ。マジで。あ、この位置まずいか。よいしょ。あ、尻尾ビタン。よいしょ。こいつね、尻尾ビタンってやってくるんだよね。よいしょ。あー、入らない。全然入ってない、尻尾に。できれば尻尾も取りたい。よいしょ。回り込んだけど、ここだ。あ、尻尾まずい、尻尾まずい。ちょっと奥に入りすぎたな。よいしょ。ガブガブ。ちょっとちょっとちょっとちょ。さすがに飛躍飲むか。待て待て待て。壁。このね、壁でね、カメラさんがね、動けなくなる仕様をなんとかしてほしいな。まあできないんだろうけど。おっと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 いい。あ、しっぽ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 。よいしょ。で、この隙に左足に攻撃。で、引き続き左足を狙っていく。ひるむ。威力が落ちる。肉を食べたい。やりたいことがいっぱいある。やりたいことがいっぱいある。くそ。しっぽ、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 しっぽ。はい。はい。うい。うい。うい、ピッケル。潜った、潜った。ちょっと待って、どこだどこだ。ん、この感じ嫌な予感がする。 あそこか、よかった。いやー怖いな。肉いつ食え、肉をいつ食えばいいんだい僕は。あ、やべ、怒った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 。この色は怒ってるって。そう、こいつ怒るとね、体の色が変わるんだよね。って、ちょまずいんじゃないか。この位置はもう今回は怖すぎて粉塵も持ってきたっていうね。回復に回復を重ねてね、時間をかけてゆっくり倒していこうではないか。今肉食べれるんじゃないか。うん、おいしい。この防具が持ってるスキルを全く持って生かしきれてないんだけどね。耳栓も意味ないし、毒なんて使ってこねえし、こいつ。よいしょ。おーい。いやーいやー、怖い怖い怖い。こっち向くか、こっち向くね。尻尾だ。ここにいれば大丈夫。はいはいはい、お腹を切ってく、お腹を切ってく。ビターンビターン。ういうい。おお、なんだなんだ、なになになに。ほいほい。いや、赤も懐かしいな。でも楽しいよ、勝ってて。こんだけでかいモンスターとね、戦えるのはなかなかないからね。ほいほい。いても、まあラオシャンロンとかいたけど、シェンガオレンとか、あの辺はね、時間かかるんだよね。無駄に攻撃回数をそんなにガン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 入れるっていうよりは、あいつらの移動を待つっていう感じがするかね、あのクエストは。うい、倒れろ。おーし、オッケー、ナイスナイス。爆弾は持ってきてません今回は。まあせっかくだから持ってきてもよかったのかもしれないけどね。最後ぐらいね。うい、己の力で勝ちたいよね。といってもまあ最初に閃光玉使ってた人間が何を言うかって感じだけど。はい、果たして今回の狩りは何分かかるやら。うい、まあ5分も使ってるから、攻撃防御ともにちょっとね、ほんのちょっと気持ち程度に上がってはいるんだけど。ナイス、いいね、ナイスっす、ナイスっす。もう前回のね、ラージャンの時みたいな、ああいう事件は起こしたくないな。まあ、爆弾がねえから、事件、あの事件はもう二度と起こんないと思うけど。ふい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 。尻尾は、あ、まだか。ういうい、さすがにまだ。あ、怒った怒った。逃げろ逃げれない。おお、
ちっちーあっちっちーですあっちっちーですまたまた潜って潜ったそろそろ来るか遠くに行くんじゃないかまだ来ないうんまだまだって感じですかね遠いしズンズンズンほいは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 いビリビリビリはいあんにゃーうわこの距離でダメかちょっと近づきすぎたねありがとうさすがクー頼りになるぜまあ爆弾で何回もね死にかけたけどねよいしょアンチもらいましたこいつ足元にいればね結構ねアンチ取れるからねなんだかんだよいしょいけるいいね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 いいよ全然カメラ見えないけど何が起こってんだかさっぱり持ってわかんねえけどいいよあまたまたまたよいしょうーいこんなでかいさモンスターが飛竜っていうのがちょっとねちょっと認めたくないよねどう見ても交流にしか見えないけどなんかイメージ的に交流であってほしかったこいつはナズチとかさ逆にあっちの方が飛竜な感じするよねナズチの方がねあいつ交流だもんねうん尻尾も切りたいしよいしょあダメだ逃げれなかったちょっとダメージ受け始めてたな調子乗ってるとやられちゃうねあ、どせんか。どせん。おい。ちょっと、ここが狭いのか尻尾、尻尾、遅れ、尻尾遅れ。あ、やばい。おい。食らった。尻尾から食らった。おお、なんだなんだ。足がごっつんこ。あんよがごっつんこ。ほい。いてて、もう、いちいちモーションがでかいな。さすが。ここは食らう？食らわないか。あ、地味に食らうのか。冷却もう切れた。マジかよ。あー、間違えた！間違えた！バカじゃないの！もう。なんかアイテムのミスが多いな。これでもう死ねなくなったぞ、俺。やっちまったな。うわちょっと引くわちょっと自分でも引いたわ今やべえな何やってんの前回のラージャンといい焦りすぎだろあまずいまずいこの兄ちゃんまずい間に合うかよいしょ間に合ったあぶね顔面はさすがに壊せないかあのねこいつの厄介なところはねでかすぎてねカメラがね機能しないんだよねほらもうあこれはまずいかビターン尻尾がそろそろ切れないまあさすがにまだ切れないからそんなに減ってないでしょ体力尻尾が切れたら体力どんぐらいなんだっけなんか合図あるんだよね目安になるんだよね確かねよいしょよいしょちょっと飛躍を1個ね間違えて失ってしまったので怖いんだけど最後の最後までハプニング続きだなまずいねまあ死ねないことはないんだけど別にねただ体力の上限を上げることができなくなっちゃったんでこれでおつったらもう体力100でいくしかないよねいけるかなやっぱこっち見るよねで突っ込んでくるよね当たるか閃光玉の方が良かったかな閃光玉使いますかそろそろミスってるしね OK うーんあ仕方ういうい倒れた
しっぽ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 を狙え、しっぽ。うわ、もう全然切れねえじゃん全然切れねえ。あ、怒った。あー、これは食らう。さあ、どんどんと体力のね消費が激しいんですが、よいしょよいしょ、回り込めで顔面を、よーし、どうよどうよ。砕いてはいないか、ひるんだっけ。あ、おー、ぶねえ、おー、ぶねえ。またまたまた、顔近い顔近い顔近い、よいしょ、潜り込む。で、剣を振ります。くそ、また尻尾、よいしょ、ふいふいふい。あ、これはドスン、いい、どこ、なになになにあのさ、カメラのさ、これはカメラという罠だったな。ういうい、よし、ひるんだ。これひるみが来てるからそろそろ切れるんじゃないか。よいしょ、ドシーン、ういうい、いいねいいね、いいよ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 。顔面もやっちゃう。で、尻尾また来るから、足元に隠れたけど深すぎたね、奥行きすぎたね。あ、これはまずい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 。これ支給品ってあるんだっけ、どうなんだろう、届くのかな。最悪戻り玉で戻るっていう方法もあるんだけど、動きが鈍いからさ、結構その砥石を使うタイミングも取りやすいね。あ、くそ、届かない。あ、しまった、ペイント、まあ、つける意味ないのかもしれないけど。あれ、サードみたいにさ、遠く離れて距離取ってさ、方向打ってくるやつないんだっけ、 P2G だと。あ、それともあれかな、 GQ じゃないからないのかな。あー、うるさい、もうやかましいわい。キーバー壊したいの、キーバー壊したいの。ん、おとなしかった。はい、ここでよいしょ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 、ういあい、はい、左に回って顔面を狙いたいんだけど当たらない。まずい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 、この距離は当たれ、この距離は当たれ、あぶねえ、入り込めないんだよね。くそ、どこだ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 、そこか、尻尾狙うか。だいたい彼始めて20分ぐらいになるのかな、まだまだだよね、さすがに。あお、ここじゃうるさい、かっちいな、かっちいな。飲んでと、あ、ドスンね、はい、ドスン。ここでよいしょ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 、切れない。ほっ、よいしょ、ぶねいぶねいぶねい。ひるんではいるのに尻尾が取れない、尻尾が取れない。あ、怒った。あー、うるさい。ボコボコ来るなよ、ボコボコ来るなよ、ボコボコ来るなよ。よし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 。あ、こっち見た。うい。回り込みの尻尾を狙いたいんだけど。あー、うるさい。おお。あそこの位置に来るのね。尻尾の横らへんに来るのか。くそ、肉が、肉が食べたい。なんか回り込んでくんな、こっち、ぐる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 。おとなしくしてろよ、おとなしく尻尾切られな。あー、こっち見た、ストイ、よいしょ、
もう一発ほい。3連発来たらさすがにうざいぞ。よし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 、今のうちのお肉。これさ、音化けたらボカーンって出てこないかな潜ってる間にディアブロみたいにさ出てこないかな。さあ来いよ来いよ。そこか、尻尾はここか。あ、くそ、まあ、顔面もいいや。おい、いてててててて、なんだ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 。相変わらずもう何言ってるか分かんねえな、我ながら。ほい、くさ、当たんねえ。もうなかなかに切れん。武器の火力がないかな。よし、ナイスです。勝て勝て勝て、尻尾尻尾尻尾、背中は勝て。よっしゃ、ナイスカット。でっけ、尻尾でっけ、あとで剥ぎ取ろう。そろそろ死ぬんじゃありませんか。お、いけ、食いけ、爆弾いけ、爆弾いけ。どこに投げるつもりだあいつ、どこに向かっていってんだ。あっちっち、そっから来ますか。あと3つしかないんだけど、プレート。ここはちょっと先行で黙らせよう。おー、聞かない。なんで音バクレさん止められなかったっけ。あれって方向というかだけなのかな。なんかブレス入ってくるじゃん、サートだと。あれだけなのかな。はい、尻尾は届きまへんで。うー、シュー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 、顔面ひるんだ、顔面でひるんだ。さすがに破壊は無理か。もう完全にサードの気分で来てたから音爆持ってきちゃったけど、こいつ使い道ないのかな。赤無じゃ意味ないかな。よし、オッケー、いけそうだね、多分多分だけどね。はい、ほい、勝た、ほい、オッケー、いいよいいよ。はい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 、ほい、あ、顔面いった方がよかったか。まあいいや、確率にダメージを与えられるところにしておこう。あ、怒る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 。グレートの準備を。冷却も切れた。冷却切れんの早くね、なんかこんな早かったっけ。うわ、肉肉びっくりしたわ。尻尾か、待って、こっち向くから、とりあえずこいつの行動が終わったからにしよう。あー、うるさい。この後で飲めるかな。飲め、あと1個ずつかと言ってもまだ一応粉塵を持ってきてるけど、持ってきてはいるんだけど当たんねえ。もっと近づかないとダメだね。こんなに長い剣持ってるのに当たんないとか悲しいな。あ、尻尾、よいしょ、ほいほいほい。あ、よっこらせよっこらせよっこらせのセット。はい、あー、これはビッタン食らうね。これは食らいますね。やばい、飛躍がないからきついな。どっかの誰かさんが飲んじまうから。よいしょ、危ない、しょうがない、こんな時の粉塵だ。あ、オトモアイルの体力は出ないからわかんねえや、回復してんのかどうかは。さあどこに出る。おお、怖い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 、うわっち、やっちまった、なんてバカなこと。どこだ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 、あそこか。くそ、一撃無駄に食らった。一落ちしちゃうかな、ちょっと不安になってきたな。あ、そうそう、これ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 、聞かないか。やる直前じゃないとダメなんだよね、確かね。だから今のは全くもって無駄だった。やばいな、ちょっとピンチになってきてないか。大丈夫かな、死ぬ前にせめて尻尾ぐらいは剥ぎ取っておきたいな。あ、何やってんの、もうもったいね。ちょっと回復はしないでおこう。
本当にピンチになった時にね使おうか。おーよかった、ボコボコは来ないよね。あぶねえ、ギリギリ。よし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 、もう力の限り行くしかねえ。ふい、こういう時にね奇跡が起きるもんなんですよきっと。いてててて、やばいやばいやばい。まあ一応つまだしてないからね、一応つぐらいはくれてやろうではないか。かねえ、狩人としてはやはりね取れるものは取っておかないと。ほい、もう一個、ありがとうございます。尻尾2個、ありがとうございます。尻尾2個ってどういうことやな、肉はもったいないかな。いやこれが怖い、どこに行くか。あ、そっか、サードの時ってさ、なんかボコボコもこうつってさ、なんか地面がね一瞬盛り上がるから大体の場所がつかめるんだけど、 P2G は盛り上がんないんだよね。あ、やばい、ブラストで死ぬ。いやー持ってかれたね。うん、今のは分かった、今のは死ぬと分かった、さすがに死ぬよね。困ったことにさ、これクーラードリンクもなくなり始めてるからさ、最悪ねえ効果なくなったら体力が減り続ける中戦わなきゃいけなくなっちゃうよ。さてとりあえずはやるっきゃねえな、この100という少ない体力の中やっていくしかないな。まさか飛躍があんな目に遭うとは思ってなかった。ふい、おお、怖い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 。やっぱりアンチでねちま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 と怯えながらダメージを与えていくしかないな。ほい、はい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 。あ、当たってない。ほい、ほい、ガオー。あ、落ち着いたのかな。はい、足いただきます。そろそろ死んでくれませんかね。だいぶ時間かけてるつもりではいるんですけど。はい、見えないしね。よいしょ、ほい、ほい、はい、オッケー、倒した。お疲れ様です、無事アカム討伐でございます。あれ俺どこ行った、いたいた、うわーい、剥ぎ取るか。オッケー、まあ意外と苦労しないといけたね。ちょっと飛躍を飲んじゃった時には大丈夫かなと思ってたんだけど、いやーついに終わりましたね。こいつをね討伐するために今まで頑張ってまいりましたが、おお怖え、ジュラシックパークみたい、うがーうがーっていう顔してんな。やりましたよ、あれ、あ、アクションやったぜ。アカムの口からこんにちは、やったぜ。違う、どうしようかな。あ、終わっちゃった。何かアクションを起こす前に終わってしまった。うわー、やったりました。うわ、なんだ。何が映ってんの、これ足か、足が映ってんのか。オッケー、空は何もなし。いやー長かった、一回力尽きちゃったね。新たな勲章を獲得しました、ブラッドオニキスポッケ村とっくり。おお、破竜方向。お、ついにエンディングですな。
セカンドのオープニングだよね、今のね。いやー、改めていかがだったでしょうか。モンスターハンターポータブルセカンド G ですね。なんだかんだ時間かかっちゃいましたね。3ヶ月ぐらいかけてやってたのかな。まあ間1ヶ月はねちょっとやってなかったんで、実況の方をねやっていなかったんであれなんですけども、いかがだったでしょうか。まあ多くの方がプレイしたソフトではあると思うんですけどね。何万本売れたんだっけ、450だっけ P2G って。そんな言ってなかったっけ。あれサードか、450万本って。なんか簡単に450万本とか言ってるけど、相当な数だよねこれね。すごいですよね。まあ社会現象になっただけあるよね、モンハンもね。いやーでもちょっと練習できてよかったです、モンハンが。うん、最近ねサードとかね、フォーとかやってるとどうしてもね、まあいい意味でも悪い意味でもね、やりやすくなってるからね。うん、なんで俺こんな黒人なんだまあいいや、その設定はいいとしても、うーん、難しかったねやっぱり。モンスターの一撃一撃が重い重い、やっぱり一撃食らっただけで半分近く持ってかれるんで、やっぱりある程度のねモンスターのね攻撃に耐えられるように防具をね強化していかないといけないんで、なかなかに厳しいよね。おお、ディアブロスかな。ディアブロスもなかなかいなくなんないよね。いなくなんないって言い方もおかしいんだけどさ、ずーっといるよね。やっぱ人気があるのかな。個人的には嫌いなんだけどね、ディアブロスは。いいね、アカムの曲だね。ちゃんちゃんちゃん。まあこの P2G からねオトマイルっていうのが追加されてって、まあそうは言っても俺その前の作品ってやったことないんだけど、セカンドとかやったことないんで、もうオトマイルがいるのは当たり前な感じがしちゃってるんだけど、やっぱりそれも大きな、うわ出たこいつが、クイーンランゴスター。もう借りたくないモンスターだね。ババコンガの足だ。オトマイルはね一つの魅力だったと思いますよ、この作品の。多くの人があれなんですかね、サードから入った人が多いんですかね、わかんないですけど、やっぱ俺メインはサードでやってたんで、そっから P2G のクエストをガチでやり始めたので、やっぱきつかったですね、サードから P2G やり始めると。逆だったらね簡単かもしれないんですけど、いやーやっぱりサードとか4をやった後に P2G をやると厳しい、難しいなっていう感じはする。ただその厳しい部分を乗り越えれば借りやすくなってくるのかなと思いますね。なんか後半のそのリオレイヤー、リオレウスの希少種とかラージャンとかね、そんなに落ちることなく、まあ一応はしてるけどね、倒すことができていたんで、なんか失敗するかなと思ってたんですよね最初ね。3落ちしちゃって、うわマジかーって取り直して適当にカットしてお届けするみたいな感じになるのかなと思ってたんですけど、意外とポンポポンとスムーズにいくことができましたね。まあ、やっぱりガルルガの防具に変えてからいけるようになったかなっていう感じはする。やっぱりガルルガだね、あそこが鬼門かなっていう感じはする、俺的には。あとはまあ今回やってないけど魔王だね、やる必要ないんだけどね、あのクエストは実際にはやる必要ないんだけど、あれを上位防具でクリアできないんですよね俺ね。いつも G 級の防具でやってたんだけど、まあこれからねモンスターハンターいろんな進化をしていくと思いますけど、ぜひね楽しみに待ちたいと思います。カプコンさん楽しみに待ってますよ。Thank you。結局プレイ時間は128時間になりました。128時間、だいぶかかったね。やっぱり P2G をクリアするにはこのぐらいの時間かかるってことですね。うん、まあ今までモンハン触れたことないよっていう人には、ね、いきなり P2G をやれとはなかなかおすすめできにくいんですが、やっぱり初めてやる分にはサードの方がいいんじゃないかなっていう感じはします。プレイしててね、サードやって、もうサードじゃもうぬるすぎるぜっていうことであれば P2G をやるべきかなとは思いますね。じゃあ最後タイトル出して終わりましょう。
ってな感じでモンスターハンターポータブルセカンド G ですね、やってまいりましたが、いかがだったでしょうか。ぜひですね、またね、持ってる人は引っ張り出してみて、 PSP の電池を充電して立ち上げてみてください。うん、ティガレックスにぜひね、ボコボコにされてみてください。では今回の実況シリーズはここまでにしておきましょう。ツイッターとブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。またね、モンハンのね、実況できたらとは思っておりますので、その時にね、また見ていただければと思います。ではまた、新しい実況シリーズもしくはですね、他の作品の方でお会いできることを楽しみにしております。ではまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。